フラビーラスフルバムナグロは、チドリメチドリカに分類される鳥類の一種である。シベリアとアラスカ西部のツンドラで繁殖し、陶器は、東南アジアやオーストラリア、インド、アフリカ東部などへの渡りを行い越冬する。日本へは、旅取りとして、春と秋の渡りの時期に全国に飛来する。本州の中部以南の地域では、越冬する個体もある。南西諸島や小笠原諸島では、 普通に越冬している。全長は約24センチメートル。翼海長は約60センチメートル。私有動色。成長夏場は,は顔から腹までの下部分が黒く、その上部に白い縁取りがある。背面は高褐色と黒褐色のブチ模様になっている。成長冬場は耐火面が単光褐色で腹部が褐色がかった白色である。くちばしは黒色。 足は灰色みを帯びた黒色である。幼鳥は成長の冬和と似ているが、全体に光し色味が強く翼の仮面が白っぽい。繁殖期は極地のツンドラに生息し、6から8月に繁殖する。つがいで生活し、縄張りを持つ。巣は地上に作り、産卵数は普通4卵である。植生は主に動物食で、昆虫類や甲殻類などを捕食する。 草原や田んぼで植物の種子をついばむこともある。渡りの時期や越冬時には水田や草原、日潟や川原、河口などに生息する。体型の似ている大禅と比べるとやや乾いた環境を好む傾向がある。特に越冬地では日潟や川原よりも畑や公園の芝生などの方でよく観察されている。飛翔しながらぴょぴょ、奇病などの声で鳴く。 国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。